上方落語。一口絵本。第二集。狐の家。山の中というのは不思議なことがあるもんですな。ある旅人が山で道に迷いまして。困ったな。日は暮れてくるしい。 道に迷うてどんどん山は不幸なるし。おあんなところに明かりが見えて。一軒家があるなぁ。しゃあない今夜はあそこへ泊めてもらおう。やれ助かったと戸をどんどんと叩きまして。すんません。道に迷うて難儀しております。 お願いします。はいはい、どちらさんですちょっと、まっとうくれやす。戸が開きまして、中から女の人が、と思うたらこれが、狐ですね。うーっとびっくりしたんですが、平気な顔をしまして、道に迷うで困ってます。 土間の隅で結構ですので、止めてもらえまへんやろか。すると奥からおやすさんが出てきまして、これも狐で、なんやなんや、誰か来たんかいな。わあ、狐の家へ迷い込んだか。と内心、びくびくしております。狐の嫁さんが、 何や、道に迷うて、止めてほしいっ言うてはんねんけど、と言います。ふーん、人間やないかい。まあ、止めたろか。よし、あんた、どまでよかったら止まっていきなはれ。へえ、大きに、ありがとうございます。もう、どうにでもなれと。 土間の隅に小そうなって座っておりますと、表に誰か来まして、どんどんと戸を叩きます。おい、もう寝たんかいやーまだ起きてる。まあ、入りいな。やれ、嬉れしや。今度こそ人間が来た。と思ってたら、ガラッと戸が開いて、これも狐で。 ちらっとこっちを見てちょっとびっくりしてます。おい、あれ、人間ちゃうんかそうやね。なんや、道に迷うたそうでな。止めたってんねや。ふーん、そうか。よう慣れてるやないかい。狐の家。一口と書き。 人間と狐が逆転するのがおかしい小話ですが、ぼんやり聞いているとどこがオチで何がおかしいのかわからんようになる話。オチの前のちょっとの間次第で成功と失敗が大きく分かれるという。小話一つでも落語は奥深いですな。それにしてもこの狐の 家のアットホームな感じ、いいですなぁ。